はい、皆さんこんにちは。いや、明けましておめでとうございますですね。2024年スタートいたしました。皆様お正月いかがお過ごしでしょうか。今日は新年明けて1月3日ですね。曜日はわからんな、何曜日かな。昨日の夕方ぐらいかな、僕実家に帰省してたんですけど、こちら広島に帰ってまいりました。そして今日今何時、9時半ですけど、早速広島で出かけております。ただ今日はいつものバイクじゃなくて車ですね。寒いっていうのもあるんですけど、なんかね、天気予報だと10時ぐらいから雨ですよみたいな予報だったんで、ちょっとねバイクで行くの危ないかなと思って車で出てきております。で、出かけた目的なんですけど、バイク用品の量販店さんの初売りですね。ちょっとそれ覗きに行こうかなと思ってます。といってもね、3日なので、多分昨日ぐらいから実は店が開いてるんですね。なのでお目当てのものは多分ねない気もするんですが、もしあったらラッキーかなぐらいで行ってみようと思います。この辺は牛田かな、東区で、これが祇園新道に入ります。で、こっちに向かうっていうことは、今日行くバイク用品の量販店はバイクワールドさんですね。まあまあ久しぶりに行きますよ。多分ヘルメットを買って以来じゃないかな。あれいつだったっけ、もう忘れたな。ブリぐらいに行きます。で、お目当てのものとしてはですね、12月の動画の中でもね若干お伝えしたかなと思うんですけど、PayPay のねポイントがまあまあ溜まってて、あればいいのになみたいな商品2つほど紹介したかなと思います。そのうちの1つ、インカムですね。あのヘルメットにつけるやつ、あれの高級なやつじゃなくて簡易的なやつ、あの聞くだけのタイプね。それが通常12,000〜13,000円だと思うんですけど、9800円みたいな売り出しのねハガキが来てたような気がするんですよ。ただね、すぐ破って捨てちゃったんでちゃんと見てないんですけど、それが残ってればいいのになみたいな感じで行こうと思います。さあ、左手前方バイクワールドさん見えてきました。えら早ついたな。正月で道が混んでないせいか、ずいぶん早く着いたけど、まあ待っとこう。当然バイクなんか1台もらえんね。よいしょ。10分待ちか。バイク用品の量販店のオープン10分前に待つほど、開店待ちするほどバイク好きではないんですけど、なんか変な感じやな。まあ待っとこうか。あるといいな。はい、ということでバイクワールドさん行ってきました。で、はい、ビーコムプレイ買ってきました。色はこれグレーかな。なんか売り出しはブラック先着3名ってなってましたけど、この色ダメなのって聞いたらいいっすよ、いうことだったんでグレーにしました。お値段はね9,990円、税込み。うん、まあ聞くだけタイプですね。なので帰ったら取り付けてみましょうか。ということでビーコムプレイゲットしました。時刻は10時16分。滞在時間がね、5分ぐらいだったな。速攻で買ってきました。はい、ということで、あとはね、もう帰るだけなんですけど、先ほどもね、お届けした通り、今日はバイクワールドさんで、インカム、なおかつ聞くだけタイプの簡易的なインカム。具体的にはビーコムプレイだったかな。それを買ってきました。
色はグレーで、お値段、初売り価格9990円でした。売り方としてはね、黒先着3名みたいな感じでしたけど、その辺は臨機応変というか割と緩い感じでご対応いただきました。なので、黒じゃないグレーをね、僕選んできました。だから9990円ことなので、ネットと比べてもね、価格競争力あると思うんです。もちろん初売り価格っていうのはあるんですけどね、時々言うんですけど、何でもかんでもネットで買う人いるじゃないですか。もちろん価格っていうのはまあね、重要な要素ですけども、ある程度ね許容できる価格差であれば地元の量販店で買うのがいいのになとね、僕思うんですが、皆さんいかがですかね。はい、ということで、今日買ったビーコムプレイ、インカムの、まあ、開封とか取り付けの動画は撮るかどうか分かりませんけど、まあ、またね撮るとしたら別であげたいなと思います。ということで今日は、2024年1月3日最初の動画になると思うんですが、バイクワールドさんに行って初売りの、インカムを買ってきましたという動画でございました。今年1年2024年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。